武田鉄也今朝の三枚おろし。明けましておめでとうございます,います武田鉄也でございます水谷香奈です、えー、昨年一家新中の話でね <laughs> 年末が終わりまして新年明けましてということでございます <laughs>、はいえー、年明けましてそうですね 今週はさらにその続きを。はい、流れで言いますと、去年の10月の下旬にお送りしました、黒川伊保子先生、不奏者から出ておりますが、60歳の鳥説、うん、そして我が説を混ぜてお送りした、うん、え、女房の不機嫌。はい、で、3つ目、これが終章でございまして、タイトルが、星の王子様。うん、あのさ、昨年はいかがでしたそんなこと。 語ることもなく年末締めくくってしまいましたそ <laughs> うですねさんどんな年だった <laughs> どんな年<う>ああんまり私いい年じゃなかったのであそうですか流行りの方の感染症のやつもかかりましたし、ねはい、友人も行きますしね、はい、うん寂しいございます本当にでも次の新しいことが始まっているんだなという予感はするんですよはいわかります私もそうですあのね ここんなことあったっすよちょっとあのー、秋口のことでありますが、あのー、コンサートをテレビ局の依頼でやった演歌畑の人と一緒にイベントやって、はい、出演者の中でコロナの患者さんが出まして、えー、で私あのー、その去年の3月ぐらいにコロナでダウンしたことがあったもんで、はい、それを女房と娘に移したもんですから一家の嫌われ者で。はい それでその出演した仕事場でコロナが発生したそのことを女房に連絡しましたらもう本当にありがたいことに帰ってくるなとありがたいことに <laughs> 本当にそれでですね家の中にまた持ち込むと「私が持たない」はい「帰ってくるな」「大丈夫だ」っていうことが分かったら帰ってこい」っつうんで、はい、都内のホテルに<え>泊まり込みまして「お家に帰らない」はい「まあつまんねえ4日間」あ「あつまんなかったですか?」うん ななんんかかかかこう開放感とかなかったんですかあのー、出歩くなって言われたもんでそうかまあ都会のど真ん中の良いホテルに泊まったんですけども、はい、どっこも出ないというバカバカしさ飲みにも行けず本当に行きたかったな、はい、その大都会の真ん中でちょっと顔出すと喜びそうな酒場が23軒あったもんですから、はい、それでその都会の立派な一流ホテルなんでありますが。 フロントに行って驚いたのは日本語が通じるか不安になる<ん>あの外資系のホテルで、はい、フロントの中はですねどう見てもジャパニーズではなさそうで立ち振る舞いとか英語の発音を聞きますとシンガポールとかあの辺からやってきたんじゃないかという。 それからあのベッドメイキング等々もインドシナ半島からやってきた人たちではないかそれから晩ご飯少しいいものも食べたいなと思いまして、はい、そのホテルで有名な日本料理屋に行ったんですよ、はい、あぜんとしたけど単品なしかなあそうですか全部セットアラカルトがないんだアラカルトがない<ー>フルコースで食べるほどお腹は すいていないわけさ。うん、何にもしてねえわけだから。うん、から単品でちょっちょっとつまもうかなと思ったら、なし。<ー>で、一番安いやつで2万4千円。いやあ、こーで、あの、小に、小竹梅の小ぐらいになりますと、やっぱり3万円以上という。うん、うわそれがまたすごいことに、長蛇の列。え日本人いない。全部外国の方。だから、関連にとっては安いんだよ。そうか。 二万円台の日本食なんて、ニューヨークではっていう。うんそんなお客さんが並んでる。そんで、その、いわゆる一般レストランの方、スパゲッティとかサンドイッチとか出してくれそうな手軽なファーストフードもありそうなレストラン、ホテルのレストラン行くと、また大長だ。それで何をやったかっつったら、はい、もう本当に奥さんには申し訳ないですが。コンビニに行って。 そこでであのの電子レンジでチンチしてくれるのねそうですねあるいはあの電子レンジが置いてあるんで好きなだけチンしてくださいというコンビニ店があった、はい、そこ行って買い込んでお部屋で一人 <laughs> 寂しいですねああそれで食べたんだけど、はい、まあでもそすごいですよ東京のど真ん中も行っちゃうな場所六本木お<ー>コンビニ行くじゃん。はい、日本人いないな そんなですかお店の人全部やっぱりインドシナ半島からインドの方うん、うん、その人たちがアジアのお客さんからヨーロッパのお客さんにものを売ってるっていう,うんこんなになっちゃったかという、はい、ギロッポンなポン昔遊んだギロッポン、はいうん、そこがもう異国のごとくうんほんであそうだテーマで考えたのは。 何だろうとあの外国の人が秋口まだ紅葉よりちょっと早かった紅葉もちょっと早かったんですがこの日本に集まってくる諸外国の人々はどんな日本を探してるのかはい知りたいと思わないうん本当にいわゆるインバウンドの方ばっかりですよねうん、うん、どこ行ってもね。うん その人たちは世界中こんな素晴らしいものがいっぱいあるのになぜこんな極東のファーイースト、うん、このは離れ小島にやってくるんだろうなんか最近は観光よりも体験型がはい、はい、って言いますけどね日本毎日体験してますけどそんな面白いとは思わないんですよ。はい、そののり今年のテーマで1つ、はい、日本に迫ろうかっていう企画を 持っておりますねこうご期待でございます、はい、今年の夢を語ってみましたえー、この次また明日の森田の上で竹田哲也今朝の三枚おろし。おはようございます竹田哲也ですおはようございます水谷香菜です星の王子様でございますがまだまだ触れませんわかりましたあの星の王子様ってあれですね箱根にありましたよねあ星の王子様美術館でしたっけうんうんもうなあれ もうなくなうんなくなかなくなったような気がし,ななしますけど<当>ね。日本人って好きなんだね星の王子様が。はい。何なんだろうあれ。何なんでしょうか。ちっちゃい頃必ず読むんですけれども、<ー>私はもう読んであんまり面白くなくて、<ー>で母にそれを話したら、あの大人になってからね、うん、本当に好きな人ができた時にもう一回読みなさい。 ってて言われれまだ読んんででないんですけれども難しいですよね。<や>はい、私も一回だけあの英語のテストに出るっつうんで、えー、英語を読んだことがあって英語で「星の王子様」を読んだことがあったですが、えー、34ページで飽きちゃって、はい、あれあのあの人がその人が不時 <laughs> 着した時の「はい 幻影だっておっしゃってておししゃまたねまか、うん、り間違え死ぬというような危険な状態の時に、うん、ああいう幻影を見た、うん、そこから生まれた物語ですけどもあと金沢さんあの作者も困るぐらい日本で受けてる異国の作品。えな何だろう絵本ですかいや小説で。小説それね書いてる人もなんで日本でこんなに受けるのかよくわかんねえっていう。わかん アルジャーノンに花束を。ああ、そんな受けてます。私読んだことなくてあー。あれじゃない。ない,、はい、ないです。あれな、どういう内容なんですか。えとニューヨークかどっかの町に、ちょっと言葉が悪うございますが。あの知恵遅れの少年がいて。その知恵遅れの少年に、あの。人間の手で薬品を与えると、うん、頭が良くなっちゃったっていう。それ<ー>で。 薬を投与されて頭が良くなった。少年とあのアルジャーノンっていう名前をつけられたネズミだったと思うんですよ。<ー>それも薬を与えるとすっごい頭が良くなって、<ー>ネズミも、はい、人工的に賢くなった。うん、それであの全て事態がうまくい,いくかって思ったら頭が良くなった。ばっかりに少年の方はあ,あるいはこれ青年ぐらいの年齢かもしれませんが。うん 嫌われ者になっちゃう<ー>でネズミの方はそれでだんだん性格が変わって凶暴になっていくっていう,う最後はその薬頭が良くなるための道具だったんだけど、うん、あのそののネズミも死んじゃうのかな<ー>で化学で頭が良くなったその青年も対抗現象が始まってまた知恵遅れの青年に戻っていくっていう。 で最後に彼が残した言葉が「死んでいったネズミが哀れなんでアルジャーノンに花束を捧げてください」ってそれで言葉もたどたどし青年に戻っちゃうっていうへえそういうお話なんだうんでこれあの何かなと思って考えたんだけど日本人の中にあるあのあの言葉は悪いんですが バカの伝統っていうか、うん、あの日本人にはバカの伝統があるんですよ。バカの伝統。宮沢賢治なんだ。ほう。デクノボと呼ばれっていう、はいはい、褒められもせず、けなされもせずっていう,うん、うん、ああいうその理想像、うん、理想の人間なんですよ。バカが。はい。 あの、ロシアの童話でもイワンのバカ<ー>そ。そういうそのバカが実は最も賢いのではないかっていう。<ー>からジョン・レノンが歌ったフール・オン・ザ・ヒル。はい、丘の上のバカっていう。でも、ジョン・レノンは不思議なことに、うん、最も自由を知る人。それが丘の上のバカだったっていう。 あ、落語だってね。そうですそうです。ですもんね。よ太郎とかね。よ太郎とかで出てきますが、それはバカの系譜で実は最も賢い人っていう、はい、そういう愚鈍を最高の智者とする文化を持っている。うんはい、なんかそういう中に星の王子様っていうのがあって、へ<ー>日本人の金銭をに触れるんでしょう。一休さんとか。 さん、はい、子供と一緒に構想が遊んでるそういう図が好きなのね、うんうん、独特の,あの文化圏ですよね。うん、えっ、ーえー、と今年のメニューでありますがその日本のそういう不思議なところをなんとか3枚に下ろせないかっていう非常に高い志を持っております前に1回扱ったドナルド・キーンさん。 はい、この人もう一回やってみようかと思って、うん、もう考えれば考えるだけ不思議でさ1 4 5歳でもうものすごい頭のいいニューヨークの少年がいてその少年が古本屋で買った「源氏物語」にしびれるのよね。うん、なんて面白いもちろん英訳ですよ。でそっから日本に興味を持ったんだけど その日本とアメリカは真珠湾攻撃で戦争状態に入る、うん、それを契機とし彼は日本を深く知ることになったというこの数奇さをね、はい、ちょっともう一度もう一回さらい直そうかなというわけでありますなはい時間いっぱいでございますねこの続きまた明日の「おらいたの上で武田鉄矢「今朝の三枚おろし」 おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷香菜ですまな板の上あの星の王子さんは置いとるんでございますけどちょっと待ってくださいね、はい、新年の三日目でございまして山を駆け下りて懸命にランナーが走るという大きな大会を、うん、関東の方でやって、えー、おりますが、はい、不思議な言葉ですなえ？こういうの異国にないよね昨日でございますが坂道を登った山道を登った人のことを、うん、山の神って言う、はい 神がいっぱいいますな、日本は。<laughs> そうですね。お大師様も含めまして。はい、今日はその神様が駆け降りて、東京を目指して、走ってっ。はい、すごいエネルギーだね、しかし。すごいですよ。あ<ー>はい。人間の力に、こう呆然としちゃうんだけど。うん、走れるもんなんだね。走れるもんなんですね。だ,<め> <laughs> <laughs> だって、大体すごいスピードですよ、ね。だよね。あれ。 いつも隣でこう、子供が一緒になったて走って、絶対追いつかないんですもんね。すごい。箱根であります。あなた担当なさったっていうかあ。昔レポートを。レポート。私はあの、ハマスカの。立教の上から。レポートをしまして。うん、で、その時マイクを落っことしてしまった。<laughs> どこに。下に。でもあの、コードがついてたので、うんうん、コードの。コードをこう、持って。うん なんとかマイクは下におこちないでは済んだんですけども、今マイクを落としてしまいましたみたいな声がはいだというすげえ失敗だな大失敗ですよ。<laughs> えー、その競技の中でありますが美しいなと思うような瞬間って目撃します？それはやっぱりもうタスキをつなげるっていうあ,<ー>あの心ですよね。とにかくこのタスキをつなげるんだっていう。 でこう倒れてもたすきはつながったのかみたいなことを叫んでるじゃないですかたすきってそんな力があるんだなと思いますねたかだかなたすきですよな布切れで作った輪っかでございますけど、はい、人間を動かすんですな、はい、私あのどうしても絵に描きたくてこういろいろ、うん、考えてんだけどなかなかいいアングルが見つからないんですが 長距離ランナーがあの駅伝でもいいですがそこのランナーがゴールの,あ,のあとくるっと走ってきた道の方を向いて深々と頭を垂れますなあれなんかも不思議な習慣で異国の人は全っ 手繰りできないそうかでも美しい風景ですよ,よあらいいもんですな一種、うん、あれ宗教だよね今まで走ってきたその道の神様に頭を下げてるってことですよねうん、うん、絶対神様だよね頭を下げてるのはねはい、はい、それからこの間福岡で話を聞いたらあのゴルフで女子プロで全コース、ま、回り終わった後コース全体に対して頭下げる人がいるんだって<ー>もうアスリートの魂だ素晴らしいですねああバウ お辞儀をするっていう日本人の習慣、そこに神を見立てるんでしょうね。うあの、今、いろんなところで神様同士の戦争があるんですが、日本という国がもし世界に向かって進められるとしたら、あのお辞儀ですよね。はい。武道家があの畳、青畳に向かって一礼をする。プロゴルファーは。 あのミスター・パーという幻の仙人に向かってお辞儀をするランナーは走った距離にそして全風景に対してお辞儀をするという、うん、ああいう見立ての能力って言いますか、はい、あそこにこう美しさがあるような気がするそういう意味では日本っていうのはお正月もそうでありますけども神を見つける最高の国ですなあれ俺カナに話したっけ 箱根にも山の神がいるがごとくでありますが、うん、あそこ恐山、はい、でいた子霊を呼び寄せるあの修行を積んだ女巫女がいまして大概盲目の方なんですが、うん、そのいた子の人たちが誰に会いたいかって聞いて。 青森弁でね海でお上がりでどんな産地かとかってなんか言うのをじーっとみんな聞いて「お父、はい、さんに悪かったって言っといてとかそういう高齢のみこさんあ高齢って霊を下ろすという、はい、そこに最近イタリアの人が並ぶんだって、はい、あれなんか聞いたような気がするだからそのイタリア語なのかどうなのかっていうのがすごい気になったような気がします。あ嘘だと思うならね あの皆さん、スマートフォンの中で引いてください。えー、どの人がイタリア人に人気があるかとかって。<laughs> ええー。そうなんですか。うん。だから、あんた、あの、あれだよ。うん、コロンブスとかっての、下ろしちゃうんだよ。降りるんですか。降りる、だって。あ,あの、あの世とこの世を結ぶ人だから。イタリア,だア,ア、だから。あ、じゃ、だから。 通訳の人が2人がららいい入るらしいよ<あ>もちろんやっぱり通訳がいるんですね。うん、それはあのイタリア語日本語日本語東北弁とかってそれがでちょっとお金が料金がかかるらしいんだけど <laughs>、はい、それがイタリアの人にそんで一部宗教関係者の中でカトリックになるのかなイタリアは。カトリックがそんなのやっていいのかっていう。うん 怒る人もいたんだってそしたらね、うん、イタリアのおばさんがね世界中どこ探したってね死んだ人間に会わせてくれるのは日本しかねえよって言ったっていう <laughs> 本当おっしゃるとりだな日本だけですかねないらしいですよ日本だけしか公然としかもお寺の中でイタリアだとあのエクソシストみたいな悪魔払いはありますけれども悪,悪魔払うんですが、うん、死んだ人は会わせてくれない そうなんだ、うん、でもあの板子さんに青森で板子さん頼むと呼びはつまりそういうものがで叶うのは日本しかないというところが日本の面白さでえで明日からいよいよ本題の星の王子様に入ろうと思います、はい、武田鉄矢「今朝の三枚おろし」。 おおははよよううごござざいいまますすすす田でで水谷香菜です黒川伊保子先生不走者から出ておりますが60歳の取説昨年の10月下旬に2週をお送りしてネタが実は余っておりましてそれでその60歳の取説の延長で女房の不機嫌というのを年末にお届けいたしましてね、はい、一家心中の話で年を締めくくるというような乱暴な展開だったんでありますが。<laughs> はい 年が明けましてその女房の不機嫌の締めでござる、はい、それが星の王子様どうつながるんだちょっとなぞりますけどまことに申し訳ございませんその男あるいは女という性を生きる他にも性の種類はありますがとりあえず男と女でも他にも性があるがごとく男性女性というその性も やがてはその性を脱ぎ捨てなければならないという時が来ます。それが老いるという年齢でありまして、ここに老いるの意味がございます。はい、男女ともお互いに男と女という性を超えまして、年をとりますと人類になる。私たちは命という生き物になるために老いたのであります。これいい言葉だね。はい。 これはもうあくまでも私の仮説でございます。これは黒川先生の説を借りながら考えておったんでありますがまずは男と女に生まれ育ち、まあ、他にもいろんな性がありますがとりあえずは男と女で夫婦という単位になりましてこれは何故かと言いますと生殖と繁殖のためでございす、はい、でうまく生きましたら生殖がうまくいきましたら子育てをするわけであります。うん これはやっぱ夫婦というカップルでなければできないお互いに懸命に外敵と戦うようなどこの動物もみんなそうであります外敵と戦いながら背中合わせで子育てをするという、はい、やがて子が大きくなって巣立っていったもうここで夫婦の役割は終わわったわけであります、うん、それでもなお人間はまだ一緒に夫婦は生活するわけでありますな何十年も。はい つまり老人は夫婦で生を捨て命という人類が到達すべき心境を確かめ合うために老けたのである。だから女房の不機嫌も不機嫌を使い果たすことによって女性という生を脱ぎ捨てる。男はさんざ女性の不機嫌にこき使われながらやがてその不機嫌のすべてを体験する。そして二人は 命という単位になる全く同一つの、はい、命を育むのは命であって老いを育てたのは命であるあ、もう一回お願いします命を育むのは命であって老いを育てたのは命である生まれた命は男と呼ばれ女と呼ばれた、うん、その男と女の役割を終えた時、うん、お互い二人は命という単位に帰っていく なぜか命に気づくためには命にならねなばならず命になった時命は全ての命に気づくこれは哲学ですか当たり前です <laughs> 人間が生きて死ぬっていうことの理屈が単純であろうはずがありません、はい、人生一回きりなんていう人いますが一回きりかとか確かめた人は一人もおりません、うん、そう俺ゴルフやりながらしみじみ思うときフうん <laughs> はい。新助はよく言ってた言葉だけど、新助は俺に向かって言ったのは何周もしてる奴がいるって人生を。はい。例えば石川遼とか、はい、なんかプロゴルファーになる人は、あれ四周目か五周目でまたゴルフやってるから腕が。うん、で俺たち下手なのは一周目だからって俺一周目。<laughs> じゃあ二周目はもっと上手くなれるってことですね。そうか前世でどのくらいやってきたかが次にかかってくる、ねうん。だから男女の恋愛も含めて。 その何週目かっていうのはとても大事なことなんじゃないかなでもそう考えるとちょっと次の2週目3週目が楽しみになってきますよね。それを持てるかどうかのために女という性を脱ぎ捨てて、はい、あなたは命に帰るべきだと。かでカナさんがこれから気づくのは命に気づくんですよ。うんねえー、今申し上げたことは私の仮説でございます。はい、ただ どうにも私と同じようなことに気づいた人がいてそれが星の王子様。え <laughs> ちょっと全然つながらないんですけれどもこれ黒川洋子先生が書いてらっしゃって私なんとなくうなずいたんですよ。名作堂は星の王子様のラスト。地球にやってきてさまざまなものを見た王子様は不時着したパイロットが飛行,飛行機の修理を終えて その日、いよいよ、あの、旅立とうとするときに王子様もパイロットに向かって言います。今夜、自分の星に帰ると別れをパイロットに告げる。うん、王子様、星に帰っちゃうんですか悲しむパイロットに王子様、教えてやります。お前はさ、誰も他のやつらが持っていない形で星を持つことができるよ。 うん、お前はこれから星を持つことができる心の中に<う>そんな不思議な言葉を、はい、え難しいですねそれどういうことですかというところで明日でございますね,あ、はい、ねさあ星の王子様ここで重大な命というものを見つめ直す言葉をのたまいますこの続きまた明日の「まな板」の上で武田鉄矢 今朝の三枚ろし。おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷か奈ですやっと本題に入って黒川伊保子先生の60歳の取説から我が説も、えー、私の説も交えましての女房の不機嫌、はい、最後のお使い、はい、そして締めは星の王子様、はい、星の王子様という、えー、これ三手繰り ね、テグジュペリサンテグ・ジュペリという方が書いたフランスの方でございますがその方の物語でありますこれはもちろんかなこんな風に先にあのこう説明しちゃうと駄目なのかもしれないけどでも分かりやすくするためにもう言っとくな、はい、星の王子様をご亭主だと思ってくださいはい、で不時着したパイロットを自分だと思ってください。うん、それが 人生の最後にこんな話をしている、はい、物語に戻りましょう不時着したパイロットは飛行機の修理を終えましていよいよこれから飛び立つうという時に星の王子様の方から提案を受けます王子様は言います今夜は自分の星に帰るよと王子様の方から別れを告げます、うん、悲しむパイロットでありますそのパイロットに王子様は「お前はさ 他のやつらが持っていない形で星を持つことができるよ。お前は星を所有することができるよ。と。うん、お前がね夜に星を見上げるとその星の一つにそうお前と別れた俺が住んでいるせいでその一つがなんだか笑っているように見えるはずさ。俺が笑っているからさ。 お前は星を見るたんびに全ての星が笑っているように見えるはずだよ。お前は笑う星を手に入れるわけさ。うん、一つの星に星の王子様が帰っていった。そのパイロットは夜空の星を見上げるためにあの星かなこの星かなと思うたんびに笑って微笑む王子様の顔が浮かび全ての星が笑っているように思うようになる。 改めていい話ですね <laughs>、うん、もう一回読み直してみよう星の,星の王子様。でもいい話だよ、ね。いいですね。そうして悲しみが和らいだ時お前はきっとこう思うはずだよ。俺と知り合ってよかった。お前はさあいつまでも俺と友達なんだもん。たった一つの星を知りその星で微笑む星の王子様。 その人がどこかの星に住んでると思うだけで私たちは全てのそう無数の星を心の中に手に入れることができる、うん、これがサンテージュペリーが言うところの星の王子様のテーマであります私たちはその一人を知るために年老いてゆく一人を知ったということで すべての人間を愛する能力が備わっているという星の王子様が言っているのはうそうなれる相手ならいいですけどお前は俺と知り合ってよかったと思うはずだよお前はいつまでも俺と友達なんだもん亭主 とととか女房とかって思うと、うん、あ,あるでしょう反発も考えてみたらお前,お前ね <laughs> でもこの「お前とは友達なんだもん」っていうのは、うん、これほどの友達はやっぱりいませんでしたなまあ一番の友達っていうのはありますねそういう言い方すればね和地、うん、みをしかりねをしかくあ,のあれだ遅れ女をしかり。 臭いと言われ汚いとと言言言わわれれれ汚他の人は言ってくなそでそうそうそう,そう濃密に会話したっていう,う考えてみれば女房だと思うからあるいは天使だと思うから腹も立つでしょうけどう60歳の取説はこの「星の王子んを使いながらそのことに関しては何も書いてないんですが、はい、私は夫婦仲の読読み物に読めたんですよ、ね、さあそれではぼちぼち時間でございますんで。はい 最後、ビシッと締めましょうかね。はい、今年の仕事始め。いきますよ。はい、私たちは一人を愛し、一人を知るために年老いたのです。全てを愛し、全てを知ることができるのです。目の前の年老いた妻の星のお姫様に語り続けましょう。君は、俺と知り合ってよかったと思うはずだよ。 君はいつまでも俺の友達なんだもん。行きましょう。牛乳と卵二つを求めて、ペダルを漕げ、<laughs> 70歳を過ぎた年の王子様。<laughs> 行きましょう。奥さんから命じられたら、はい、復元を治すために卵二つと牛乳を求めて、うん、ペダルを漕いで、はい、泣きながらね。そう、この続きまた来週のマナイ頼む上で。<laughs>